コリンス・レードはニュージーランド出身のラグビー選手。ポジションはファースト・ファイブ・エース、フルバック、ウィング。1987年10月10日、ニュージーランド、クライスト・チャーチで生まれる。身長183センチメートル、体重90キログラム。クライスト・チャーチ・ボーイズ・ハイスクール卒業後、カンタベリー大学に進学。大学在学中に、 ラグビー19歳以下ニュージーランド代表、21歳以下代表に選出される。2008年ニュージーランド州代表選手権、エアニュージーランドカップのカンタベリー州代表チームに入る。州代表初シーズンながらもダニエル・カーアッターやスティーブン・ブレットの代わりとして活躍し、優勝に貢献。2009年スーパー14のクルセイダーズに入り、ウィングとして出場する。 同年のエアニュージーランドカップではフルバックとして出場。2009年にジュニアオールブラックスに選出、イブパシフィックネーションズカップに出場する。この大会での活躍でオールブラックスのトレーニンググループに呼ばれる。2010年のスーパー14ではフルバックとして出場、ストーマーズ戦でスーパーラグビー初トライ。同年、ダニエル・カーターの負傷によりオールブラックスに招集され、 オーストラリア戦に後半から出場代表デビュー。この年の ITM カップではファーストファイブとして出場、カンタベリー3連覇に貢献する。2011年スーパーラグビーのハイランダーズに移籍、プレシーズンマッチで顎を骨折2ヶ月後に復帰するも、再び顎を骨折し、このシーズンは2試合の出場のみとなった。負傷したダニエル・カーターの代役として、 同年のラグビーワールドカップにも出場したが、タイアルゼンチンの試合で彼も負傷し、後の試合は出場を果たせなかった。2012年3月のスーパーラグビーの試合で足首を骨折し、この年もシーズンの残りは欠場となった。2015年、フランスプロットニノポーに加入。同年のラグビーワールドカップにも出場。2020年、 トップリーグの三菱重工相模原大ナボアーズに加入。2021年2月21日にジャパンラグビートップリーグ第一節サントリーサンゴリアス戦に先発出場で日本での公式戦初出場を果たす。ハンドリング、キック、ランニング能力は定評があり、元オールブラックス、クルセイダーズのアンドリュー・マーテンズを彷彿とさせる。ありがとうございます。